どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はみずほ銀行の、キャッシュバックキャンペーンについてね、紹介していきたいと思います。で、今回のみずほ銀行のキャッシュバックキャンペーンはみずほウォレットっていう、ものを使って、決済をすると 20% キャッシュバックということで、それについてね、ちょっと詳しく解説していきたいと思います。で、まずキャッシュバックの金額なんですけども、今流行りの 20% 還元キャンペーンですので、5万円までの決済で1万円キャッシュバックされます。ですので、まあ、5万円までの決済だったらね、ぜひ積極的に乗ってってほしいなって思う、個人的には思う次第ですね。で、期間が2019年の8月29日ということで、もう始まっていますね。で、期間が12月の15日までですので、まあ、結構期間が長いので、まあ、これからね、このキャンペーンに乗っていこうという方も、まあ、今からでも決済を5万円分までね、こちらに移すと、まあ、5万円分の支払いが4万円分になるっていう感じになりますね。で、まあ、今回はこの動画では、まあ、一応 iPhone の方で、iOS ですね、ね、説明させていただくんですけども、 Android も基本的にやり方変わらないんで、まあ、Google Play からね、検索していただければできると思うんですけども、まず一番最初に、スマホウォレット、あ、じゃあみずほウォレット iOS ということで、まずアプリをね、ダウンロードしていただきます。みずほウォレットっていうアプリをダウンロードしていただきます。そうすると、初回登録を行ってエントリーをして実際支払いという形になりますね。で、初回の登録だけこのスマートデビットっていうのを、登録しなきゃいけないので、キャッシュカードを手元に置いて、こちらの動画の概要欄にね、それ貼っときますので、そちらで初回登録をする。そうすると、スマートデビットっていうのは利用できるっていうことで、このスマートデビットをね、登録すると自動的に、支払いはクイックペイを通した支払いとなります。まあ、JCB のキャンペーンの1個前の動画でね、JCB のキャンペーン紹介させていただきましたけども、そちらと一緒で、口座を通して、電子マネー、クイックペイを使って支払いみたいな感じなんですよね。まあ、これも紐づいてるみたいな感じで、支払いすると同時に、まあ、キャッシュカードってそのまま支払いできないですよね。ですので、それがクイックペイに、電子マネークイックペイに経由して支払われるみたいな感じで、まあ、なんて言えばいいんですかね、まあ、クレジットカードと、クレジットカード口座とクイックペイがね、紐づいた利用みたいな感じになりますね。で、実際キャンペーンを登録すると初めて利用できるっていうこと、対象になりますので、エントリーだけね、確実にしてから利用してくださいね。で、今回一番覚えておいてほしいのは、まあ、こちらキャッシュバックが 20% きますよね。ですけども、キャッシュバック来るのはクイックペイで支払った時だけなんで、まあ、今説明しているのは、キャッシュカードと紐付けたみずほウォレットだけなので、まあ、大丈夫だと思うんですけども、もう一個ね、これから紹介するんですけども、ひとまずみずほウォレットの場合はクイックペイで支払う、クイックペイで支払う、それだけ覚えておいてください。で、みずほ銀行にはですね、みずほデビットカードっていうのがあるんですね。みずほデビットカードで、みずほデビットカードって何なのかっていうと、みずほデビットっていうのは、キャッシュカードって基本的にそのまま支払いってできないじゃないですか。キャッシュカードなんで当たり前ですよね。お金を下ろすためだけのカードですよね。まあ、それにデビット機能っていうのをつけると、クレジットカードのような支払いができるんですね。で、お店でそのまま切ると口座からすぐそのまま現金が落ちます。ですので、まあ、使いすぎるってことはないんですよね。クレジットカードって支払いすると1ヶ月か1ヶ月半ぐらいに来ますよね、請求が。ではなくて、その場で切ると口座からお金が落ちる、これがデビットカードなんですね。で、このみずほ銀行デビットカードっていうものが JCB なんですよね。 JCB カードブランドが JCB なんですよね、そのデビットカード自体が。
わかりました。 JCB なんです。そう、このちょっと前にね、 JCB のキャンペーンで 20% のねキャンペーン紹介させていただいたんですけども、そちらって JCB なんですよね、キャッシュバックキャンペーンが。で、今回今紹介しているみずほデビットカードっていうのも JCB なんですよ。ですので、今回紹介しているみずほウォレットの方のキャンペーンで、今言っているみずほデビットカードのキャンペーン、これ JCB ですからね。ですので、みずほ銀行のキャンペーンと JCB のキャンペーン、こちら両方とも乗れちゃうんですよ、このみずほデビットカードっていうものを発行すると。ですので、これからもしね、この動画を見てやってみたいなっていう方は、みずほ銀行とみずほデビットカードって両方発行してもらうと、みずほのキャンペーンにも乗れますし、 JCB のキャンペーンにも乗れるということですので、まあ簡単に言うと、こっちで5万円、こっちで5万円で、両方とも4万円で済むみたいな感じなんですね。もちろん合算はできないですよ、別々のキャンペーンなんで。ですけども、こちらの5万円が使うと4万円になって、こっちで5万円使ったら4万円になるっていうことなんで、まあ一つね、この1枚のカードがあれば2つのキャンペーンが同時に乗れるということですので、もしこの動画持ってない方、ぜひね、みずほデビットカードを発行しましょう。そうすれば両方ともね、キャンペーンに乗れますので。で、あの JCB の方のキャンペーンは別に動画出しておりますので、そちら見ていただければね、わかるかなと思いますので、そちらをご覧ください。まあ、今回の動画ではね、みずほが始めた、新しく始めた 20% キャンペーンですね、そちらとみずほデビットカードですねを紹介させていただきました。で、この2つのキャンペーンにね、1枚のデビットカードとね、口座作ればね、キャンペーン乗れますので、ぜひね、まだこれから発行してみようってこの動画でもね見て思った方は、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。私はね、残念ながら冒頭で言ったかな、ちょっとこの動画も何回か撮り直してるんで、ちょっと言ってるかどうかわかんないですけど、私もまだね、みずほ銀行の口座って持ってないんですよ。ですので、この動画が、アップされている日、もしくはその翌日ぐらいにね、みずほ銀行の口座ね作って、このみずほデビットカードもねゲットしようと思っておりますので、ぜひね、これから持ってない方もね、これ12月までの、両方とも12月までのキャンペーンですので、今まだ9月ですもんね、全然これから利用できると思いますので、もしよかったらね、発行してみてはいかがでしょうか。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、もしよかったらフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。